はい、えー、岸田総理の動画に対してコメントをいただきましてね、そのコメントの返信動画を撮らせていただいております。こういう風に書かれております。えー、こんばんは、さっきの動画、コメントでは、返信ありがとうございました。えー、安倍、菅政権で、私、個人的にかなり政治不信というものが根付いてしまい、自民、公明全体、そういう考えなのか、ということが目に見えて、今回のコロナ禍で本性というべきか、そういうものが見えてきました。これ、私も同じです。 覚えておられるかどうか分かりませんが私は大の麻生太郎ファンでございますということでこれはよく覚えてますよ私も同じ意味で麻生太郎ファンでございますその麻生を副総理にしたという時点で何かまたあるのかなと不信感からそういうふうに率直に思った次第ですこれもねまだ分かりませんけどもいろんな推測は立つんですけども今回ねさまざ、あ、まなことがありましたけども大きく分けて2点です1点はこの岸田新総理はですね 総理にになる前かからきっちちりりりと私たた語りかけてくれた強いメッセージがありますこれはね自民党内で言葉にするだけでもはばかられて誰も言えなかったね安倍総理も麻生元総理もそれから菅総理も言えなかったことなんですけどもこれは何かというとですね二階を追い出せってことなんですよ名言はしませんでしたけども任期1年最大任期3年つまり二階さんは 幹事長として居座りすぎだから権力が硬直化して二階幹事長に物言えない体制ができてしまうそこから全ての瓦解が始まってるんだよっていうことをね岸田さんは指摘したわけですよでそれに対して二階さんを疎ましく思っている安倍さんとかねそれから麻生さんはお岸田はなかなかいいこと言うなちょっと応援してやろうかなみたいな感じで揺れ動いたんだと思いますえそしてもう一人河野 大臣ですよね。河野さん今回随分と格下げになって冷や飯を食わされている状態ですけども総理総裁候補の第1候補としてですね直前まで地上派では河野さんで決まりじゃないかなっていうようなプロパガンダが行われてましたでも実際は河野さんを支持する人はそんなに多くなかったわけなんですよ。これが何を意味するかっていうと河野という派閥も結構ね根深いんですよ。 ね、河野洋平さんっていうね家系もありますしね、まあ、いわゆるこの世界のサラブレッドエリートなのがこの河野太郎さんなんですよもちろん河野太郎さんもいろんな政治手腕はあったと思いますただ総理として全体を見る器ではなかったのと同時に河野さんは大の親中派であられるということでどうもね安倍さんとかね麻生さんの意向には沿わなかったということなんですよねということでね 河野さんという存在と二階さんという存在を一気に抹殺したというのが今回の総裁劇だったのかなと総裁選抜劇だったのかなと思いますそこでやっぱり多少なりともね共同した恩を買ったわけですから岸田さんとしては麻生さんを、まあ、財務大臣から退くとの同時に副総裁という立場でねえー、まあメンツを保ったということじゃないかなと思いますただ この副総裁おそらくすぐに解任になって引退すると思います、ね。岸田さん、今度のターゲットは麻生さんだと思いますよ、ね。どのように渾身の力を込めて、第二の長老、麻生太郎を排除するかということに、まあ、今ね、思いを巡らせてるんじゃないかなと思いますね。まあ、結局、この岸田さんもそうなんですけども、 全てが全て問題を解決できるような総理それから政党はないんですよただ一つでも二つでも誰かのために何かを進めたのは事実ですその煽りを食らっっってももとと悪くななたと考える人も事実なんですよ。で、政治批判的な記事や動画にはそうだそうだっていう人が集まってくるのであたかもねみんながそういうふうに考えている国民全員が今の政権に反対するように見えちゃうんですけども この政権でいいんじゃないかなって思う人も大多数存在して、そういう人たちは不満がないんで声を上げてないんですよねで。そう考えると、なんで自民党が選ばれ続けてきたのか。自民党の中でもなんでね、安倍総理だったのか。菅総理だったのか。それも国民が選んだといえばね、選んだんでしょうね。非常に悔しいことではあるんですけども、私は少なくとも、この今の政権に大いに疑問を持っています。まあ、ですんで、 こうではってなならいいと思いますししどういういい風にやって欲しいのかという要求もありますですんでこういった動画で叫び続けてそうだそうだって人を今集めてる状態なんですよねだからね私はこう思います1億人全員が自分の考えを発信したらきっとこの国は変わると思いますでも考えは持っていても言わなかったりね不満を近所の人とぐちぐち言うだけだったりとか まあせいぜいと言ったらあれですけどもねせいぜいコメントを書く程度なんですよだから私はこの動画でずっと訴えかけていたのはね文句があるんだったら官邸に、まあ、突撃しないまでもメールぐらい打とうぜと各衆議院議員,議員さんの <laughs> 衆議院議員さんですねの事務所に必ず事務所があなたのお住まいの近くにありますからそこに伺って国民の不満に応えてないんじゃないかと盛りかけ問題どうなんだ広島買収劇どうなんだと いうことでたまにはね、あのー、休日にでも伺ってみたらどうかなと思いますしまさに政治政党の与党野党の方と対談をする機会っていうのは私たち国民の権利ですからで私はこの1年間それをずっと YouTube を通じてやってきたわけですよで私の自宅に招いて対談をしたこともあります政権与党の方とねもちろんその方は名前出さないでくれってことだったんで出しませんでしたけどもでもそうやって 例えば近所にいらっしゃる創価学会の会員さんに公明党の党員さんもしくは議員さん県議、市議国会議員の方とお引き合わせいただけませんかって言ったら喜んでその場を設けてくれますし自民党の事務所なんていっぱいあるわけですから自民党の事務所に電話してアポイントを取って、えー、誰かね、あのー、国会議員さんにちょっと会う機会もらえませんかって言ったらそれ会わせてくれますよ。実際私はやってきましたから 全ての政党の方と話しました。山本太郎さんに至っては、街頭演説に行って、それからあの質問のお願いをしたりね、それからウェブミーティングとかにも参加させてもらったりとか、いくらでも対話できる機会があって、自分の要求を伝えることができるんですよ、うん。だから、国民の声が私は足りないというふうに実感してます。もし本当に思うことがあるんだったら、やっぱりね、不満があればあるほど、そういう人が声を叩けていかないと、 うんまあなかなかね、自分好みの国にはならないのかなと思いますし、あとやっぱりね、それをね、上手にやってるのが医師会とか経団連なんですよ。常にあの人たちは政治団体に圧力をかけるというかね、圧力って言い方したらなんか癒着みたいな感じですけども、要するに敵対してるんですよ。医師会も経団連も政治家に、もういいかがにしろよと。俺たちの勝負はやりやすいようにしてくれよっていう風に、ふっかけてるんですよ。だから対立してるんですよね。でも、 それに比べると私たち国民はすごくねいい子ちゃんすぎるんですよ自民党に対してねどっかの SNS に書き込みはするけども直接ちょちょちょっと,ょっと国民は困ってるんだ俺は困ってるんだどうしてくれるんだっていうふうに医師会ですとか経団連のように突っ込んでいかないんですよね、うん、だからこれが足りないんじゃないかなと思いますんで私は私なりに活動を続けますし YouTube でもどんどん発信しますし麻生さんのことをベンチマークしてね あの人の人発信を見見ればるるほどど怒りが込み上げるんですけども同時にですねなんとなくねなんかこうこれだけ見てるとテレビドラマの悪役のファンになったような気持ちがして <laughs> もう一方的に嫌ってるばかりじゃなくなってくるっていうのがちょっと恐ろしいところですねまあでもね麻生太郎さんに個人には特に思うところはないんですよ財務大臣っていうことをやるからこそなんかね腹が立つんですよね。 で財務大臣としての実績は消費税を2回上げたことなんて言いますけども、どんな実績だよと。誰も喜ばねえよと思うんですけどね、うん。はい、すいません。えっと、私のね、また個人的感情が紛失しましたけども、続きを読んでいきます。岸田総理に関したら、いろいろ考えがあって、自分の意見はちゃんと持っている人だと思います。うん、総理より上の人はいませんけども、上からの重圧や意見があった場合、退ける力があるのかって考えると、きついのではって考えに至ります。ここもそうなんですけども、岸田総理の、 最大の味方は国民なんですよ。だからね、国民が総理、頑張って俺たちの望みを叶えてくれと言えば、岸田総理はどんな権力者にも、どんな圧力にも抵抗してくれます。でも現実どうですかね岸田総理は総理になってまだ何も始まってないのに、総理のやる気をなくすことばかり国民は言ってませんかってことなんですよ。岸田総理のね、まだ何もやってないんですよ。 なのに総理になったということだけでレッテル張りして、あいつはダメだとか、なんだこの閣僚はみたいなことを始めてるわけですよ。閣僚の皆さんもまだ何人もしてないわけですよ。なのになんで最初から責められるんですかなってことを私は言いたいんですよ。何かをやって、これはダメだなと思った時に初めて評価を下されるものなのに、なんかまるでね、あれですよ。新入社員じゃないや。ねえー、新しく高校1年生になった時に、 1>, 1年生ぼっくりだろうと何もできねえよって言ってからずっとね草むしりさせられてるような野球部員みたいなもんですよねやっぱり1年目じゃあなかなか分かりませんでも草むしりとかグランド整備をする中で誰が一番リーダーシップ取ってるかなとかいつも行動が早いの誰かなとかね段取りうまく組んでるの誰かなっていうふうに先輩は見てますからね国民は見てますからねその時にじゃあそろそろ実績をつけさせてやろうかなっていうふうに試合に出させてみたりとか あのシートノックでピッチャーやらしてみたりとかちょっとバット振ってみるかみたいな感じで素振りを見てあげたりとかっていう風になると思うんですよね、まあ、ですんでね最初っからこき下ろすんじゃなくてまずはこれで私たちの舵取りをちょっとやってもらおうかなという風にね余裕を持って私たちの国民を見ることと少しは好意的に見た方がいいんじゃないかなと思ってるんですよ少しはねなんか権力者叩くばっかりじゃなくてやっぱ是々引きなんですよ それがやっぱりこうね国会議員とかでもねいいところを見つけてくれて応援してくれたらあじゃあこういうところを伸ばそうかなと思うんですけどもでも自分のねいいところじゃなくて悪いところばっかり叩かれると分かったよ分かったよもういいよお前たちはよと俺がやることなすことを反対しやがってじゃあ勝手にやらせてもらおうよってなっちゃうんですよそれが人の気持ちだと思いますんでやっぱりねいいところを見てちゃんと評価する悪いところはきちんとね追求するこの両輪で人っていうのは見ないといけないのかなと思うんですよ。 人っていうのはね、国会議員にかかわらずですよ。必ずいいところありますからね、人にはね。ねすみません、なんか私の雑談になってきましたけどもね、コメントの残り読ませてもらいます。はい、えー、っと、まあ正直ね、それだけで安倍政権、菅政権で国民皆に不信感を与えたわけです。人としてのうを見たら善に見えますが、人としてのなりを見たら善に見えますが、党として見たら悪にしか見えないのもまた事実であります。 自民はそれだけのことをやってきたんです。話がまとまらなくてコメントしてしまってすいませんってことですね。はい、ありがとうございます。えっ、ー、とね、やっぱり自民党の今までの、特にこの10年間、10年間ぐらいのね、活動を見ていると、やっぱりこれからの自民党にも、うん、なんか期待を失うのもね、当然わかりますけども、でも自民党っていうのは、うーん、決闘以来、悪いことばかりしてきたのかなっていうふうに、ちょっとね、ここ50年の自民党を見ていると、 この国を活力ある国にまで押し上げてバブル期を到来させて所得を倍増させて日本全国に道路網そして新幹線を引いたのはこれ自民党なんですよねだから自民党の発想と行動と外交がなくして今の平和で豊かな日本はなかったんですよただ平和で豊かな日本の上にあぐらをかいちゃってちょっとね過去の力ある政治家さんほどにうん自分の 活動ができなかったのは安倍菅政権っていうところじゃないかなとここ10年ぐらいのことじゃないかなと思いますね、えー、まあでもね世界情勢も変わりましたし結構日本はねもともとは日本で加工したものが世界中に売れていたんですよ原材料を仕入れて日本で加工してそして世界中に売れていたメイドインジャパンが世界を覆っていたんですよでもそこで調子に乗ったんですよね 日本は何もね自分たちで作らなくても作ってくれるやつをプランテーションで雇ってそいつらに作らしてさらに安いコストで儲けてやろうっていうふうに考えたんですよで実際にバブルは起きましたで儲かりましたでも儲かったのと引き換えに技術は渡してしまったんですよですんで別に日本人の支持受けなくても俺たちで作れるよねって感じで東南アジア中国 ここういういところにサプライチェーンが移動していったんですよ。そうなるとね高い日本人の賃金で作られたものはもうね見向きもされなくなりましたクオリティはいまだにメイドインジャパンなんですよでもメイドインジャパンと同じクオリティのものが二分の一とか三分の一の価格で提供されていたらどっちを買いますかってことなんですよそれが日本の凋落でこの凋落ぶりに席を置かれた安倍総理はすでに 手が出せななないところも大ききくなってきたわけなんですよね。まあ、そこで、まあ、アメリカとさらに強い関係を維持しようとしたがその間に中国の力はアメリカと同等ぐらいまで引き上がってしまったそれがその10年なんですよねその中で日本のガじ取りは国内的にも対外的にも非常に難しくなってきました日本人の今1億2千万人ぐらいいると言われますけどもこの人だったら総理として絶対だっていう人はもう存在してないと私は思いますね 政治家の中にだけではなくて、政治家になってない人を誰を総理に当てても、すでに日本を処理できる、正しく導いていける日本人はないと思います。まあですので、ある意味ね、どっかは泣かないといけない。この分野は諦めて、他の分野で生き残っていこうっていうふうな選択になると思います。残念ながらね、もう日本はそういう意味では、誰をリーダーにしても手遅れです。さらに、リーダーになった人を、リーダーになったという理由だけで、 叩く日本人ね菅総理総理になったというだけで叩かれてますなんないんやと思いますよこれは、ね、誰も菅さんを菅さんじゃないや <laughs> すいません岸田さんですね岸田さんが総理だというふうにあの総理に適さないと思えば総理になってないわけですよ、ね、結局国民の人気投票で一番だったその岸田総理ですようん まあ、任してみようじゃないですか。まずは。そして、岸田総理がやろうとしていることを、私たち国民の力をね、プラスして実現させようじゃないですか。ね、何も、岸田総理は、日本人の低所得者層を一掃しようとかね、中周期を全部潰そうとか、竹中平蔵をもっといい立場にしようなんて言ってないし、やってないですからね。早速、竹中平蔵を排除しましたよ。二階さんに引き続き、竹中平蔵を排除。 ここれを私たたちが求めていいるととだっんんじゃないかなか思うんですよそれだけでも安倍さんも菅さんんもも菅できなかったことだと思うんですよねだからやってくれたことにまずはね目を向けて喝采をすることそうしたら岸田総理もじゃあ次は消費税改革だとかね中小企業支援だとか国民生活こちらの方何なんとか手厚く保護しないといけないっていうふうにあなんか国民に褒められてるなとじゃあもっと褒められることやろうかなっていうふうになるんじゃないかなと思いましてね。 私は、菅総理を、菅総理じゃない <laughs>、岸田総理ね <laughs>、しばらく好意的に見ようと思いますけどもね、少なくとも、あのー、とにかく悪い目で見るというか、悪意を持って見るのは、私はもう麻生財務大臣一人で十分だと思ってますんで <laughs>、他の方はね、ちょっとね、2枚3枚下駄を履かせて見ていこうかなと思います。まあ、その上で、批判して、叩いて、もうダメだというふうに、私の方からね、 評価をするのはまあ半年なり1年先でいいかなとまずは走ってもらってその成果とプロセスを見て評価しようかなと思います今のところは岸田総理は二階さんを追い出してパソナを追い出したパソナって竹中平蔵さんを追い出したそれだけで大きな功績だと私は公平に思うんですけどもねいかがですかね総理になった瞬間に二階さんをはじき出して。 総理になった瞬間に竹中平蔵を弾き出したいいじゃないですかこれで他になんか悪いことしましたかね悪いことしそうかもしれませんけどまだしてませんので <laughs> ということで今のところ私好意的に見ておりますえ新しい総理という立場に人生初めてなって多くの人から批判を浴びることも覚悟で,でしかも今まで岸田さんは そういった権力を批判する立場にいたわけですからね。自分がその立場になったら、今度は自分がやられる立場だということを十分分かった上で、選手として、その意思を私たちの眼前にさらしてくれたわけですよ。いやー、まあ応援していきたいかなと思いますね。はい。じゃあ以上でございます。ありがとうございました。